今回はニューバランスゴルフの MGS574 です。最近ゴルフにハマっています。ゴルフはいろいろな服装の制限があるのですが、その中でゴルフシューズはハイテクデザインすぎたりクラシックすぎたりで、あまり履きたいデザインのものがなく困っていました。そんな時に見つけたのがこちらのニューバランスゴルフのシューズ MGS574 です。名前からもわかるようにニューバランスの定番 ML574 がデザインのベースになっています。ニューバランスの500番台というのはもともとオフロード仕様のシューズで、悪路を走行するために作られています。この MGS574 もその基本設計はそのままに、ゴルフ用にラスト、靴の木型が最適化されています。最近流行りのボアシステムでなくシューレース仕様、ワイズが D なのもすっきりした見た目を作っていると思います。何度か履いて靴の汚れが目立ってきたので、今回は手入れを行っていきます。まずはシューキーパーを入れて履きじわを伸ばします。運動靴として履くものなので履きじわがひどいですね。テンションの強めのシューキーパーを今回は選びました。汚れ落としはこの水の激落ちくんを使います。これを吹きつけることによってアルカリ電解水により靴の汚れを浮き立たせます。こんな感じで靴全体を湿らせてから数分置いて拭き取っていきます。それではウエスを使って拭き取っていきましょう。バンカーやラフでのプレーが多いので、ソール付近だけでなく全体的に靴が汚れています。このまま日陰で乾燥させておきます。乾いた後はこれ、防水スプレーを吹きつけて今後の汚れを防いでいきます。今回はシューレースもお構いなしに吹きつけていきます。このままさらに乾燥させておきます。防水スプレーが乾いたら手入れは完了です。どうでしょうか。全体についていた汚れも取れ、
甲の履きじわもなくなりました。こちら革靴ではなくスニーカーですが、新品購入時よりも靴の雰囲気が増したと思います。防水スプレーにより今後の汚れを防ぐ狙いですが、どうでしょうか。スコアが良くなるわけではありませんが、ラウンドするのが楽しみになる靴です。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。